私はね今とんでもない動画を撮ろうとしております。はい。まあまあ聞いてくれ聞いてくれ。あ、こんにちは、ケツ中継でございます。はい、皆さん今バトルロワイヤルが全盛期じゃないですか。すごいそのバトラー業界がブワ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 って伸びてるじゃないですか。でいろんなゲームがあったと思うんですよ。まあ PUBG が火付け役になって、そこからフォートナイトでさらにバーンって上がって、でいろんなバトロワが出たじゃないですか。あの COD もそうですし、今度は BF でも出る、そういうのがいっぱいアードコーダー出て、今バーって伸びてきてるのが APEX レジェンド。もう本当にあこんな形のバトロワがあったのかと。去年はバトロワ黎明期でいろんなタイプのバトロワが出たと思うんですよ。例えばもう完全 FPS だけども人数が少なくてスタイリッシュで15分間ぐらいで終わるようなバトロワ、もしくは水中で戦うバトロワ、水中であの酸素ボンベを持って水中銃で戦うと、でパルス街にいるとサメみたいなのが出てきて襲われて死んでしまうみたいなタイプのバトロワ、あとは三国志みたいな感じで馬に乗ったり弓とか槍とか剣とかそういったので戦うバトロワもそうですし、それはもういろんなタイプのねバトロワがこういうのどうですかどうですかって出てきたと思うんですよね。で出てきて、でいろんなバトロワがやっぱり沈んでいったと思うんですよ。バトロワ業界でぐわーって伸びているように見えているけど、いろんな多産多種の世界で実は死んでいた作品の方が多いという形だと思うんですよね。やっぱりバトロワは難しい。あの、新規 IP でバーって売ろうとするのは、やっぱり難しいですよ。それはなぜかっていうと、もともと最初に必要な同時接続が多い。100人ですよ。100人。APEX レジェンドでさえ60人です。同時接続で60人とか100人いるんです。1試合に。例えば COD なんか6対6とか5対5でしょ？レインボーシックスシージとかも。だから最大で10人でいいですよ。10人さえいればいいんですけど、やっぱりバトラーはもう本当にすごい人数が必要なので、厳しいよね。厳しい。っていうことが分かってきて、少しずつバトロワー業界に進出しようとするゲーム企業が少しずつ減ってきてるんですよね。だからバトロワー自体はこれからも流行っていくと思うし、FPS みたいに、その、ある程度の人数はいると思いますが、縮小していくとは思うんですよね。もういろんなタイプのバトロワが散々出て、もうなんて言うの、もうできった。もうこういうバトロワやったことある。こういうバトロワ、似たようなのやったことあるって感じで、もうある程度できったんじゃねえかなっていう中で、私は今回、廃れていったバトルロワイヤルゲームに焦点を当てて喋りたいなと思うんです。で、私が今回紹介したいと思うのはこちらなんですよ。フィア・ザ・ウルフズというバトルロワイヤル。これ私ね、知ってる人は知ってるかもわからん。去年の夏ぐらいに今年注目のソフトの一つとしてゲーム雑談で出したんですよね。で、それから私、もうすごく忙しくて、全くできなかったんですよ。できなかったんですが、なんと先日1週間限定で無料開放されたんです。無料開放。で、これどんなゲームかっていうと、本当にバトルフィールドとかそういう実銃フェッチの人にはたまんない作品で、チェルノブイリの原発事故があったじゃないですか。そこの原発事故があった後のゴーストタウンを元に作られたバトルロワイヤルなんですよ。崩壊したゴーストタウンの中でバトルロワイヤルするっていうね、もうめちゃくちゃ胸熱なゲームなんですよ。で、チェルノブイリがあったところは旧ソ連のところで、で、旧ソ連が使っていたような武器とかがいっぱい落ちてるんですよ。わ、なんやこのロシア製の武器、クソ渋いみたいなやつがいっぱいやってて、それはそれはね、胸熱なゲームなんですよ。面白そうやろ？すっごい面白そうなん。で、他のバトルロワイヤルと違うところは、最後の一人になったら勝ちじゃないんですよね。最終パルスになったら、上に、ヘリコプターがやってくるんですよ。で、ロープが落ちてくる。で、そのロープに乗って、ちゃんとヘリコプターのところまで上がった、たった一人が脱出できる優勝という感じなんですよ。だから最後の一人になる必要はなくて、別に残りが3人、4人とかでも、こう、ロープに登ってしまえば、もうその人が勝ちなんです。ただ、登ってる時はドフリーなんで、撃ち殺されやすいよっていうだけ。そういった点で、あ、そういう方向にラストを持ってきたかっていう点で素晴らしいでしょ。それだけじゃなくて、放射能で汚染されたような凶暴な狼とかが出てきて、そいつらとも戦わなければいけないっていう感じになってたりするんですよ。だから、まず、チェルノブイリの原発の後のゴーストタウンで戦えるっていう点で、旧ソ連とかロシアの武器が使えるという胸熱な点で、ラストの1位の生き残り方が違う、で、狼とかがいるっ
ていうこの点を含むとむちゃむちゃ面白そうなバトロワに聞こえるじゃないですか。だから俺もね注目しててもうみんなに言いまくっとったのよ、これ絶対おもろい絶対おもろいって発売前にね、うん、でしかもこのスタジオってもともと別のスタジオにいた人たちが移籍した来たんですけど、あのストーカーっていう PC で有名なゲームがあるんですよ。でそれを作ってた作品で、でそこにいた人たちが移籍して新しく作ったスタジオの2作目なんですよ、がこれなんですよね。でこの人たち本当に面白いのが、まあウクライナのスタジオなんですよ。でチェルノブイリもウクライナじゃないですか。であのチェルノブイリ原発事故に特化したゲーム企業なんですむちゃくちゃすごいでしょ。あのね、あのどの作品も大体チェルノブイリ原発事故で汚染された何がしからのスタートとかね、汚染されて凶暴な何がしがいてからのスタートとか、大体チェルノブイリ原発事故を絡めていくスタイルなんですよねすごい面白いでしょ。こういう企業もいるんですよ、チェルノブイリ原発事故に特化したゲーム企業、うん、っていう感じで、まあバトロワが流行ってたから満を持して出したんですよね。出したんですけどびっくりするくらい売れませんでした。売れませんでした。はい。で、まあ、まず何が売れなかったっていうと、ラグすぎる。むちゃくちゃラグい。例えば車に乗ってブーンって行く要素あるじゃないですか。それが、ベッ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 みたいな、スーファミですかっていう。むちゃむちゃラグい。で、日本人にとってはもうこれ深刻なんですけど、日本語に対応していない。もうこれはしょうがないですよね。で武器が落ちているのが非常に少ない。小さな小屋とかに入ってもねえ、大きな小屋に行かなければいけない。だから降りるポイントの自由度が少なすぎて、だいたいみんな同じところに降りる。すまん、あのやっぱりね、勢いでやったらダメだねバトラー業界が流行ったからといっていろんな業界が出てくるのはやっぱりいいと思うけど、まあそれはそれで盛り上がるからいいと思うけど、やっぱちゃんと作らないとダメですねっていう感じになって、まあ、これ結局 PUBG の FPS モードと何が違うのっていうか PUBG でよくねってなっちゃって、もう見る見るうちにグワーって加速ってしまったんですよ。挙句の果てにはこれバトルロワイヤルですよ。バトルロワイヤルのゲームなのに同時接続一桁になってしまうと、下手し FPS すらできない。人々はね言いました。チェルノブイリの原発事故でゴーストタウンになったと、すごいリアリティだと。だがなと、ゲームでそこまでリアルにしろとは言ってないとゴーストタウンとはいえ人口もそこまでリアルにしろとは言ってねえぞと、同時接続を誰がそこまでリアルにしろって言ったと人々は言いましたでそれがね、あの昨日から1週間限定で無料開放されたんですよ。満を持してでいろんなアップデートとかを入れてね、じゃあ無料開放したぞと、1週間やるぞと、こっから巻き返すぞってね、あの企業が頑張った。で俺も、まあ、一応注目してたから動画撮ろうってね、ずっと前からねメモってたの。ここ見える、ここ見える、ほらチェルノブイリバトロワって2月7日ね、メモってたの、メモってたんですけど繋がらへん。びっくりしてる。繋がらへん。やろうと思って何回も再起動とかアンインストしてもう一回再インストールとかしてやってんねんけど繋がらへん。あなたのサーバー接続できないと。見て、出口しかない。やらせる気あんのか、やらせる気あんのけ、見てみ、終わりしかないぞ、終わりしか。俺このゲーム開いて押せるコマンド終了するだけ、こんなゲームがあってたまるか凄いね、あびっくりしてる。なんで繋がらへんの。まあ、あのね、Steam のね評価に書いてあった、焚き火の音を聞くゲームと。なるほどねと。
いやお前らフォートナイトやったりバトルフィールドやったりしてなんだこのクソゲーはと言ってる人も多いかもわからんと、これを前にして同じこと言えんの？マジでマシやろこれより。はい、ということで本日私は皆さんにお伝えしたかったバトロワ業界の栄枯盛衰の中で死んでいったゲームもあるんだよと、はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。